ナイスボール。ナイスボール。皆さんナイスボール。今日は島パン、そうなんですよ。ナイスボール、ナイスボール、ナイスボール。いきなり島パン。ナイスセンシティブ。ありがとうございます。木曜日にね、後藤淳二先生が遊びに来てくださいまして、で、島パンの話したじゃん。島だと、こう、立体感が出るっていうので、あの後すぐに、私の立体的なお尻を描いて送ってくださったので、それを皆さんにお見せしようと思って、ここに貼りました。すごいよね。なるほどねって思った。特にさ、右のさ、ちょっと線が細くなってるところとかすごい立体感あって、あ、お尻丸いのねっていう感じがする。世界の立体的なお尻です。いや、そうでしょ。あ、泣きの竜はどこへ、泣きの竜はですね、泣きの世界ね、泣きの世界はこの間のコラボの時、コラボのジャンタマの時も後藤淳二先生見てくれていて、で、あの後コラボの後すぐに送ってくれた泣きの世界です。めっちゃ可愛いの。よくよく見るとさ、なんだっけ、タバコじゃなくってチュッパチャップスで、チュッパチャップスのところに西園寺世界って書いたんだよ。めちゃくちゃ可愛いと思って、本当は今日私チュッパチャップスを買ってきて、チュッパチャップスを舐めながら配信しようと思ったんだけど、入手することができず、ちょっとまた別に泣きの世界チュッパチャップスの回をやりたいと思います。チュッパチャップス舐め終わるまで配信っていうやつ1本で、みんなもチュッパチャップス買ってきて、配信始まったと同時に舐め始めて、誰から舐め終わるかね。もう私結構ね、雨早いよ。すぐ終わっちゃう。そら豆さんさ、舐めてる、ちゃんと噛んでない？私どうしてもね、甘噛みしちゃうのよ。甘噛みがひどすぎて、すぐね、なんかね、ちょっと強めに噛んじゃうんだよね。ちゃんと舐めなきゃいけないんだけど、ちゃんと舐める対決ね。甘噛みわかるでしょ？私すごい甘噛みがひどすぎてさ、噛むの好き、私絶対噛んじゃうの。だからちょっと柔らかめの飴だと、もうほんと一瞬でなくなっちゃうから、スーパーメントールっていう固めの飴をね、常に持ち歩いてます。な、そうなの、なめなめ配信、なめまく。でも甘噛みしちゃうと思うよ。で、なんならちょっと強く噛んじゃったらごめんねっていう配信をしたいと思います。もう早速来週早くね、ちょっとチュッパチャップスを手に入れたい。なんならさ、チュッパチャップスツリーみたいなやつ欲しいんだよね。あるじゃん、こうグサグサ刺さっててさ、歯を当てない。でもさ、意外といいでしょ。ちょっとさ、みんなわかってるもん、甘噛みいいって。甘がみ助かるって。吸ってもらう方が好きっす。何の話？吸うよ、そりゃ。舐めまくって吸うけどさ、たまに噛む。そんな配信、みんなでさ、チュッパチャップス競争だから。でもそれこそさ、なんだっけ、 ASMR、AMS？ ん？もうなんか順番がよくわかんない。仲間、首仲間同士で舐め合う。そうそうそう、首仲間同士で舐め合うんだよ。舐めまくり合う。さあ、そんなこんなで今日ね、ちょっと早めに終わらせてもいい？なんでかっていうとね、ASMR、ありがとう、ちかさん。
私今日さ、実はさ、お家と会ってて、お家と会ってたんだけど、なんかさ、外にいたの。花粉がひどすぎて、私の目パンパンに腫れちゃってさ、さっき腰穂にさ、そう、王子との密会の話はさ、またあの今度ツイキャスの時にでもしますよ。あ、王子は舞台行ってたんですけど、私はあの腰穂の塾のあのお迎えに行ったりしなきゃいけないから、夜はねどうしても動けなくって、舞台見に行けないのよ。もうほっとつらい。舞台だいたいさ、あの土日じゃないで、平日もさ夜でしょ。私あの平日の昼19時ぐらいまでに終われば見に行けるんだけど、意外となくってね、見に行けないんだ。悲しい。なので王子行ってらっしゃいってして、私は帰って夕飯作って腰穂を迎えに行ってっていうことをしてました。そうそうそう、あの楠田さんとね小田キュンが出演していて、あの今回まつらぎ丸のチラシの折り込みもさせていただきました。だけどあのすごいねお客さんが入っていたみたいで、まつらぎ丸のチラシも完売してしまい、今日明日のお客さんには届いてないかもしれません。あ、そうですね、呼びましょう。会長、ペンちゃん、ゾンビちゃんいる？あ、そういえば私今日さ、ペンちゃんのこと見かけたと思うんだよね。あれペンちゃんじゃなかったかな。あのね、あの会長家の前あたりで、ペンちゃん、会長の家の前あたりの交差点で、時間的には1時過ぎぐらいかな、1時から1時半ぐらいの間、ペンちゃんいなかった？あ、ゾンビちゃんもいる、ありがとう。はーい、井戸端会議、ナイスボート。あ、会長もいた。会長ナイスボート。私も甘噛みしちゃってます。ナイスボート。あ、そうだ、ペンちゃんだ。あ、ペンちゃんかもと思ってたんだけど、信号を渡るところで、で私も自転車だったから、あーペンちゃんって、あと多分お友達といらしたので、あれ声かけてもなと思って、背中に向かって手を振っていきました。これから私王子と会うんだって思いながらペンちゃんって思って行ったんだ。天神会長。さあそんなこんなで、会長とペンちゃんとゾンビちゃんを確認したところで、今日のおてんこしたいと思います。なんなんさんナイスボード、くちおさんナイスボード。あ、くっちー、そういえばこの間いたよね、最後くっちーだって思った。いるのか、最近いないと思ってさ寂しがってたんだよ。ありがとう、来てくれて。ちなみに本日の飲み物はコーヒーじゃなくて紅茶です。で、生姜と、なんだっけ、シナモン入れて、ちょっとチャイ風です。そして、あ、札幌の誠、島どんべいさん、あ、あまねさん最初から見れない。でもいるよね、あまねさん。よかった。もうすぐ寝る？あまねさん、ありがとう、ナイスボー。そして、はなさん、ナイスボー。あ、そうなんですよ。ね、あの、訃報が続いて、私もちょっと、つらい。いろいろつらい。私、たらこさんには、本当によくしていただいて、本当に新人の頃、ちびまる子ちゃんの見学をさせてもらってたんですよ。で、もう新人で、もうとんでもない新人でさ、あ、そうそう、
出させていただいたこともあって、もうすごいずっと見学してたから、多分入れていただいたんだけど、本当にたらこさんいい方で、こんな新人の私のこともね、すぐ名前を覚えてくれて、しほちゃんって呼んでくれて、で初めてちびまる子ちゃんに出演することができた時に、最初にディレクターさんが今日のゲストですとか言ってこう紹介してくれる時に、一人一人にね、たらこさんって誰々ちゃんわーとか言って拍手して、誰々ちゃんって全員一人一人に名前呼んで拍手してくれるの。でもそれがあるから、すごい新人でも、新人でさ、こう長寿番組ってすごい緊張するのよ。だけどそうやってね、温かく迎えてくれて、でもうね、ちびまる子の現場はほんとみんないい人で、で松丸にね、今回出演してくださる元恵美さんもちびまる子ちゃん出ていて、で山田くんもやりますが、もうね、ほんとね、ほんといい人たちばっかりなので、ほんとにね、ちびまる子ちゃんではディレクターさんにも本当にお世話になったし、ミキサーさんにも本当にお世話になったし、もう役者さんたちもみんなお世話になったし、もうほんとね、ほんとなんかもう考えただけで泣けてくる。もうなんで私今日私の部屋シマパンのお尻にしちゃったんだろうっていうぐらい。もうなのでちょっとね、ほんともう悲しいよ。もうなんかね、そのね、それでね、あ、そうそう、ゆうこさんもね、ケイトさんもね、まあなんかそれでさ、ちょっと、ね、泣いたのもあってさ、目腫れてんのもあるし、花粉もあってさ、もうなんかぐっちゃぐちゃで、ほっとごめんなさいなんですけど、お許しいただきたいと思います。そんなコーナーで、そんな話の後、おてんこで申し訳ございませんが、戻りたいと思います。花さんでしょ、 TK さんナイスボー、小麦さんナイスボー、あ、今御殿場にいるの。私さ、御殿場好き。御殿場のアウトレットに、御殿場のね、ゴルフクラブ富士カントリークラブっていうゴルフ場があるんだけど、そこにね、父が行くときは母と弟と私は乗せてもらってね、いつも御殿場のアウトレットに行ってました。前、御殿場のアウトレットができる前はね、あそこなんか御殿場ハイランドパークみたいな感じの遊園地があって、そこでね、もういつも遊んでました。プールもあったんだっけな、プールもあったような気がする。もうね、弟との懐かしい思い出の地です。あとね、まあ御殿場はいろいろね、思い出があります。そしてホタテマックさんナイスボール、そら豆さんナイスボール、タカさんナイスボール、よしのりさんナイスボール、あかつきさんナイスボール、ゆいかわけいじさんナイスボール、もがさんナイスボール、泣きの待機、ゆいかわけいじさんナイスボール、おめんくれししょうナイスボール、やつざきこうりんさんナイスボール、マッシモモラティさんナイスボール、フィリップさんナイスボール、あれ、なんなんさんは一番最初に言ってるね。あ、ココロちゃんナイスボード、ビコーヒーさんナイスボード、ハルさんでしょ、森山半兵衛のつれづれなるままにさんナイスボード、あ、名前変えたの、誰なの、半兵衛ナイスボード、やばい、また流れていった、ちょっと待って、あ、 X さんナイスボート、大輝 S さんナイスボート、高木さんナイスボート、デブ長さんナイスボート、三段原さんナイスボート、あ、秀高くんナイスボート、わたけんさんナイスボート、坂戸さんナイスボート、トゥカさんナイスボート、なめなめ配信だ、なめなめ配信は次回か、もう少ししたらやるね。滝波さんナイスボール、
出店要請さんナイスボード。ハルさんでしょ。あ、ホズさんかな、ナイスボード。葉山さんナイスボード。後ろのケツ最高です。ね、ありがとうございます。私のお尻です。最高なお尻をお届けしています。聖徳太子千鳥丸さんナイスボード。アペンちゃん会長ゾンビちゃんナイスボール。あれ呼ばれてない方言ってくださいね。あ、ライスハンベさんか。あ、ライスハンベさんね。なるほどなるほど。あ、モバさんナイスボール。あれ、ウーちゃんナイスボール。あれ、呼ばれてない方言ってくださいね。今ね、すっごい勢いで流れていて、TK さんナイスボール。あの、なんか最後まで来ちゃったから、なんかすごい飛ばしてる気がする。よいしょ、大丈夫かしら。呼ばれてない方言ってくださいね。あ、はい。センシティブなめなめ配信。そう、でもチュッパチャップスだから。チュッパチャップスってさ、何味が好き？というか何味があるんだろう。とそれチュッパチャップスツリーってあれいくらすんだろう。ちょっと調べてこよう。みんなもちょっと調べて、アマゾンで売ってるかな。チュッパチャップス、チュッパチャ、あ、え、あれ、あ、ねえねえ、あのさ、私アマゾンに行くとさ、あのやったらページを開かれる、あの開き続けるっていうのになるんだけど、あれなんでだろう。チュッパチャップス、あ、売ってた。あ、チュッパチャップスフラワー。あ、もうほらほらほら、これ困る。開かないで。あ、あの、これ、これで、あ、8900円もすんだけど。コーラ味ね。行く？行く？え、何が行く？あ、69行った？見に行ってこよ。よいしょ。よっこいしょ。69いっているのか。え、72もう過ぎちゃった。残念残念でした。いちごのやつ、コーラ一択。何味かわかる。何や、コーラ、コーラ、そうだ、いちごのやつ高っ。72円、12本1100円。あ、12本1100円なら買えそう。ちょっとさ、このなんだ、200本8900円はちょっとさすがにな。うん、あとブーケ45本、あれ45本、1947円って安いんじゃない。どう、135本、いらない、そんなに、そんなにはいらないか。どれぐらい、ちょっとカツラさんにもあげてさ、ちょっとカツラさん舐めてくんないっていうのどうかな。怒られるよね、さすがにさ。いい加減にしろって言われそう。うん、チュッパチャップス味多すぎ。私ね、プリン味みたいなやつあるじゃん、甘いやつ。あ、プリン味、千鳥丸さん、私もそれそれ、プリン味好きなんでね。あとね、チェリー味みたいなやつ。あ、フィリップさんありがとう。コーラ、グレープ、ストロベリー、ラムネ、ストロベリークリーム、プリン、チェリー、キャラメル。あ、私ね、ストロベリークリームも好きだったな。ストロベリークリームとプリンとチェリー、キャラメルあったっけ。キャラメルも好きだな。親島大さん、西園寺さん、私に何をさせるつもりなんですか？ってまた言われちゃうよ。でもさ、うまそう、うまいよきっと。あ、わかりました。これを吸えばいいんですね。って言って吸ってくれると思う、多分。似てた、ありがとう。いっか、じゃあ桂さん来なくても一人でやれば。いや、これは桂さんにやらせたい。どうしても桂さんに
いろんな味舐めさせて唇がなんか膨れ上がるのを見てみたい。そんなプレイいいですね。チェルシー、あ、そう、チェルシー終わっちゃうの悲しい。チェルシー何派？私さ、子供、あ、言ったっけチェルシーの話。チェルシー子供の頃はヨーグルト派だったんだけど、ある日あのなんだっけ、バタースカッチ、ちょっと違う、バタースコッチが美味しいことに気づいてしまって、バタースコッチ、スカッチ、スコッチにね、浮気した。でもヨーグルト、濃いヨーグルト好き。チェルシーも味多すぎて悩む。3種類しかないから。クロッチじゃない、バタースカッチかバタースカッチ、うん、濃厚ヨーグルト、あれ、でも濃厚ヨーグルトとバタースカッチと、もう一個なんかコーヒーなんだっけ。TK さん大丈夫？体調不良。いや私もさ体調不良よ。ウラッチバタースカッチと何ウラッチかな。チェルシー、チェルシーちょっとショック。クロッチをしゃぶる、クロッチって何？あ、下着クロッチをしゃぶるの私。うん、でもちょっとチュッパチャップス、そっか。でもなんかブドウ、グレープ味とか別にいらないな。ラムネもそんないらないな。え、どうしよう。え、一個だけって言ったら何味にしよう。やっぱプリンかな。プリンで、キャラメル、キャラメルってさ、もしかしてさ新登場なんじゃない？キャラメル味、期間限定だよ。あ、じゃあキャラメルがいいかな。ちょっととりあえずどっかで探してきます。チュッパチャップスやろう。あ、TK さんコメント打てるまで回復してるけど、え、昼間やばかったんだ。あ、お大事にね、無理しないで本当に。あ、あとあのモガさん、いつもあのまとめノートありがとうございます。めちゃくちゃ助かるのがさ、私が言ったことがさ、ちゃんとさ、こないだ言ってたあのバランスアップ、バランスアップだっけ、あれとかもちゃんと貼ってあってさ、助かるって思った。もう一瞬で何喋ったか忘れるからさ、めっちゃ助かってます、ありがとう。ほんともうね、私あれでもね、私が喋ったことじゃないって信じてます。もうすごいさ、話のさ飛び方がやばいのよ何の話してたのっていう飛び方してびっくりした。まあいつものことです。そんなこんなでね、あの、え、マンゴーもあるの？マンゴーあんの？抹茶味があればいいのに。あ、抹茶味いいかも。え、あそこが痛いアンケート何それ、私がやったんだっけ。え、なんだっけ、あそこが痛いアンケートって、もう忘れてる。アンケートはカオスでしたなんだっけ、あそこが痛いって、あ、私がやったんだよね。なんでそんなことになったんだっけ。もうね、もう記憶にない。もうね、都合の悪いことはね忘れるようにできてるんだよ。なんかね、あ、もう鼻水が出る。海中マンゴー、なんつーアーケードしてたしてんだと思った。本当だよね。え、で結局何なの、あそこが痛いって。あそこが痛い時は、え、どういうこと。そんな後藤先生いながら、後藤先生にも答えさせてたの私あそこが痛い、あ、父のせいか。あ、そうだ、桂さんの父のせいだ。なるほどね。あ、ちょっと思い出してきた。お師匠、上院議員さん、ナイスポー。いや、前回さ、あ、今回は来ませんよ。でももしかしたらいるかもしれないけど、
でも後藤俊二先生さ、仕事中なのにさ、木曜日遊びに来てくれて結局2時まで付き合わせて、その後私にこのお尻の絵を描いてくれて、結局多分仕事できなかったんじゃないかなって私思ってます。あ、パンツ、あ、そうそう、私のお尻を今日見せながらお届けしています。途中うとうとしてたのにさ、後藤先生とか言ってさ呼び起こしてさ、あ、ちなっちゃんナイスボディ、いらっしゃい。今日はね、後藤俊二先生が木曜日に書いてくださった私のお尻です。なぜ私のパンツが島パンかっていう話をしてもらいました。先生すいませんでした。うん、おいしい。プールの話を思い出す。あ、あれ、プール、あのスクールデイズのプールの話かな。あ、ロナイドゥ MC さん、ナイスボ。誠と世界はビジュアルレベルで最高の関係だった。ありがとうございます。最高でした。いつかお尻のマウスパッドも出るかな。ねえ、私はずっとさ、もう十何年も前からさ、世界のお尻のマウスパッドを作ってくれって言ってるのに、全く出る気配ないから、出ないんじゃないかと思っています。おしほ様は島パン持ってるんですよね。持ってません、持ってないんです。私だって下着さ、黒しか持ってないからっていう、下着の話をするっていう。なんかさ、洋服考えるのもめんどくさいし、持ってないの。おしほは島パンじゃないよ。黒最高黒最高なのよ。でも黒ならね、各種取り揃えてます。黒はね、ティーバッグもあるし、あの紐もあるし、だいたい持ってるから。黒はね、完全レースのやつもあるし、もうそう、 iPhone も黒だし、もうね、下着はティーバッグは多分ね、みんな持ってんだよ、あの世界中の女子はね。あ、でも王子はトランクスだから絶対持ってないと思う。画像はありません、うーちゃん、画像はありませんよ。あのこればっかりはあのね、直面にも送りません。あ、そうだ、直面に送るって言って送れてないんですが、あ、一応断っておくけど、木曜日に言ってた、あの私がかつて声優学院に通っていた頃の病人役をやった時の写真は、あの可愛かったりはしませんからね。 VV 全く可愛くはないからね。あのね、なんだっけ、ノーメイクじゃない、顔白く塗ってはいて、白く塗ってるんだけど、こうなんていうの、綺麗にするメイクとかはしてないから、ほぼすっぴん状態で、別に可愛くもなんともない写真を送りますね。それでいい。そう、でもさ、20歳、20、21ぐらいの若いおしほなのでそれを直目の方々には明日あたり送ります。あとね、今日会った王子の写真がさ、ちょっとかっこよすぎて、さっきちょっと見ちゃった。イメージとしてはね、あ、昔さ見た人いるかな、あの王子とね、あのホテルに泊まった時に、朝ね、王子がね、あの新聞を読んでいって、ベッドの上で新聞読んでて、その様子をね写真撮ったんだけど、もうなんかさ、寝起きでさ、頭とかきっと髪の毛とかさ、ボサボサなんだけどさ、箱根じゃないの、東京都内都内に泊まってさ、2人で2人
二人でホテルに泊まってさ、まあさ、お泊まりデートっていうと聞こえはいいんだけど、あの本当は花様とあさみちゃんもいた気がする。確かそう、朝寝起きの一発まあ寝起きの一発ですよ。おさ盗み撮りした写真があるんだけど、それにね似た感じの写真が撮れてちょっとねいい感じだったんだ。そうそう、あのねいたんだけどいなかったことにしてるの大体。それかね、あの二人は先に帰ったのかも、朝始発とかで、でしばらく王子と二人でいたのかな。だって私の写真の中にさ王子しかいないんだもん。あさみちゃんも花様も多分泊まったと思うんだけどいないね。あ、気を回してね、ここは若い二人に任せてみたいな感じで、あの二人は帰ったのかな。王子と夜明けのコーヒー飲みましたか。あ、王子コーヒー飲めないから。あ、でもその後なんかなんやかんやすぐ帰らなかった気がする。その後なんかきっとねなんじゃタウンとか行ったんじゃないかな、忘れちゃったけど、なんかそんな、だって大昔だから、オエセル隊、オエセル隊のイベントやってる頃だから大昔で、懐かしい。でもお泊まりなんてそんなしてないんだ。あ、そうそう、写真に王子しかいない、それは撮った写真をおしほさんが編集して切り取ってるからでは。それもありうるの。よくやるじゃん私、あのひと夏のまつらぎでさ、ひとみさんとさりおさんがいるのにいなかったことにしてツーショットにして保存しちゃうからさ、あの私の記憶の中で2人だけの思い出になってることちょっとあるんだよね。それかもしれない、もしかしたら。あれでもなんかいなかったと思うんだ、いたのかな。でも今日は間違いなく2人だったので、そんな王子の写真、あ、チョコミで送ろうかな。もしかしたらツイキャスでお見せするかもしれませんが、こしほちゃんが大きくなったらいくらでも王子と2人きり。そうだよね、もうすぐかな、中学高校ぐらいになったらさいいかなと思ってるんだけど、でも王子には恵子さんがいるか、私なんてって思っています。え、今年もやるのかな、なんだろう滝波さん、なんだろう今年何やの私。ひと夏、ひと夏か、あ、そう、ひと夏が消える、ひと夏ね、夏あたりできたらいいなとは思ってるけど、まだね何にも考えてないです。もうとりあえずね、まつらぎ末、あ、まつらぎ末のね練習を今日してきたの、王子と。ちょっと今回2人で選んだ曲があって、すっごい難しい曲を選んでしまって歌える気がしないって言って練習してきました。いやー、ほっと難しいんだけど、当日うまくいくかどうかお楽しみです。で、あ、まつらぎ末ね、あのぜひ皆さんいらしてください。行く気なんかないよっていう方も、あれ、まつらぎ末こちら、じゃん、はい、こちらになっております。あ、ちょっと私小さくなる、よいしょよいしょ、はい、こんな私たちのやつね、見に来てくださいね。まつらぎ末のイベントって前半がミュージカルで後半がライブという構成でしたっけ。その通りです、フィリップさん。前半はですね、前半っていうか本編が朗読ミュージカルです。
本編が春嵐っていう、時代的には安土桃山時代ですかねの物語をやります。その朗読ミュージカルがあって、その後ちょっと休憩、15分ぐらいの休憩があって、でその後ライブ、トークとライブ、歌みたいな感じになっておりますので、皆さん来てくださいね。あ、新幹線撮ったぞ。あ、しまどんべさん会えるのね、嬉しい嬉しい。あ、この写真良き、本当嬉しい。私この時さ、目が結膜炎で、アレルギー性の結膜炎を発症していて、あ、ちょっと私のアホ毛で目がね赤いの。この時のね写真が結構いっぱいあって、去年のひと夏の祭らぎの時に写真を確か売ったんじゃないかなと思うんですけど、もし皆さんご要望があったら、今回の祭らぎ末の時もこの時撮った写真を売ったりなんかしたいと思います。そしてまた買ってくださった方にはチェキの撮影会みたいな。あ、そら豆さん欲しい。え、でもそら豆さんさ、あの時もう買ってるでしょ。はるさんもなんか売り切れちゃったやつとかもあった気がするけど、もしご要望があれば用意したいなと思います。え、じゃあなんか用意しよう。あとね、2人で撮った写真もあるんだけど、何枚あってもいい。あ、嬉しい。1人ずつ撮ったソロの写真もあって、ソロの写真、すごいね、素晴らしいカメラマンの方に撮ってもらっていて、ちょっとなんて言うんだろう、ちょっと独特なね写真を撮る方で、本当はねプロフィール写真を撮ってもらおうと思って行くんだけど、プロフィールには使いづらいおしゃれ写真ばっかり撮れちゃうの。なので、え、上下にソフトボックスが見えた。え、どういうこと？どういうこと？上下にソフトボックス。志保さんの写真見ると、だ、たいです。え、どういうこと？だ、たいです。え、どういうこと？なんだ、知りたい。あ、巨大乳頭結膜炎ではなかったと思う。アレルギー性結膜炎。あれ、なんだったんだろう？私アデノウイルスかと思って行ったら、アデノじゃないですって言われて、でもね、とんでもなく腫れて、とんでもなかったの。だからとんでもない顔なんだけど、とんでもないアレルギー写真でもよかったら用意したいと思います。抱きたいです。あ、ありがとうございます。嬉しい。なんかそれちょっと嬉しいな。ありがとうございます。あ、嬉しい。なんかさ、全然関係ないんだけど、今ちょっと思い出しちゃったのが、あ、撮影機材ね。そう、面白くって、王子の撮影の時は車っていうの、ちょっと黒っぽい幕みたいなのを置いて、それ越しにカメラマンさんがいて写真を撮ったり、なんかね面白い撮り方するので。ね、私の時はね、扇風機で風をブワーって当てて髪の毛がブワーってなるのとかを撮っていて、すごいね、いろんな照明機材とかもいろんなのを使ってたり、あとね、これ今撮ってるこの写真は、西日を使って、照明焚かずに西日を使って撮っていて、その西日もあと何分ぐらいでいい感じの光が来るので光待ちですみたいな感じでね、光を待ちながら撮影したりしました。そんなね写真もあるので、ぜひぜひ
いらしてください。あのオリジナル曲も歌います。あとまあいろ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 あるので、あとねご飯をねぜひ食べてもらいたい。本当美味しいから。私たちもねいつもねあのライブ終わった後打ち上げとか言いながらご飯食べたりします。で2部構成だった時はね途中で食べたり、やっぱ終わってから打ち上げで食べたりしてます。え、会長来てくれるかな。会長ピンちゃん、でもねあの会長たち実は今忙しいので、 PTA は忙しいのでちょっとね無理かもしれませんが、来てくれたら嬉しいなとは思っております。はい、そんなこんなで松浪スへの練習を始めたよっていうお知らせでした。消すと私のお尻っていう、そんなこんなで、あーもうほんとね目かゆいで、そうなのだから今日はね早めに終わらせたいから1時間ぐらいで終わりたいと思っています。そうそう、でさ私アレルギーがすごいひどくって、あのアレルギー検査をしてるんだけど、あのね若い頃って言ってもあの腰穂が生まれる前、十分年取ってんだけどさ、腰穂が生まれる前、あのスギ花粉とかヒノキとかブタクサとかがもうランク外はみ出るほどすっごかったのが、腰穂を産んだらなんかデトックス作用があったのか、あのあれなんかコメントダメかな、あ会長忙しいんだ、残念、ちょい忙しいならちょい来れちゃうかもしれない。でそうそう、で花粉がねだいぶ減ってきたんだけど、なんか今年はひどいみたいで、あのまぶたがブヨブヨになってきた。でさ、私もちょっと、滝浪さん会えないの？でも滝浪さんには松浪丸で会えるので、もういいってことにしましょう。会いたいよね、春さん。あ、島どんべさんはね5月18、19がダメって言ってたもんね。フィリップさんには会える、やった。フィリップさんどうする？またカウンター席だったら。でもね意外とカウンター席いいんだよ。多分ねあの前の方の席って意外と気まずいからさ、お互いに。なのでカウンターぐらい離れているとねいいかもしれません。と言いつつフィリップさん一番前だったりするかも。そうだ、はるさんとゆきさんを拾わないといけない。そうだった、目黒にね。目黒経由でね、そうカウンター席、多分ね中目黒もカウンターあったと思います。でももしかしたらカウンター席はカメラを置いたりして、あの席としては存在してないかもしれないですけど。あ、笑う月さん、ナイスボール。まあ、そんなこんなで。はい。松浪末、よろしくお願いします。そうそう、それで、あの、私、すごいアレルギーあるんだけど、弟の方がね、すっごいのよ。昔からすごくて、全部のアレルギー反応がランク外なの。で、もうアトピーもあるし、ものすごくって、でそんな弟がねこの間さ、あの知ってる遺伝子検査って、遺伝子検査でダイエットの太りやすさとかどういう風に太るかっていうのと、あとあの体質とあと性格とかみたいなのが分かるやつがあるみたいで、それを調べたんだって。でそしたらさ、その内容が、あ、それで弟の奥さんもやったの。2人でその遺伝子検査をしたら、その弟の奥さんが
あの能力っていうところがもう全部ポンコツだったのに一個だけ笛の音に反応するっていうのが異常に良かったとか言ってそんな能力あるんだって思ってさ、ちょっとね面白かった。笛の音によく気づく能力ってさ、いつ使うの使いどころないって思ってめちゃくちゃ面白かったの。笛笛そうそう、ないつ使うと思う、笛の音に気づく犬犬なのかな、あれか、なんかなんかなんだ、なんで助けを求めた時かな。島のんべえさん、ナイスクビスパありがとうございます。チューニング。4月6日は中目黒だよ。目黒と間違えないように遊びに行ってね。ナイスクビスパありがとう。そうなの、間違えないようにね。霊感みたいなもの、笛の笛って霊感みたいなやつなのかな。謎すぎるんだよね。あとね、弟が、あと身長とかもあって、身長が遺伝的に低いですって出ていて、でうちね父も母も低いのよ。母がね155、6で、父が163しかなくて、で私159だから、3人同じぐらいの160前後ぐらいでまとまってんので、弟はね177、178あるから、なぜかあの遺伝的には小さいはずなのに大きくなったみたい。よかったわ。なんかね、あの母のお父さんとおじいちゃん、だから私から見て祖父と曽祖父、合ってる言い方が、どっちもね176、7あったんだって、昔の人なのに。だから結構ね背が高くて、母方の方の男の人たち結構背高くて、だからそっちの遺伝なのかなっていう感じもしてます。でね、その身長は低い遺伝子です、で、あの座高は高い遺伝子ですって書いてあってなんて残念なんだ、間違いなく遺伝なら私もそれじゃんって言ってさ、もう大爆笑で、で私もそのあの、あ、首はどうだったかな、ちょっと私もその遺伝子検査をしようと思うので、その遺伝子の検査が面白かったら発表したいと思います。ちょっと王子にもしてもらおうかな。絶対王子足が長い遺伝子だと思うよ。遺伝的に足が長いんだと思う。なんかねその辺見たら面白そう。江川刑事さん、自分も雑魚型か。いやいや、面白くなくても発表してください。だってそしたらさ、私の全てが分かっちゃうじゃん。なんか弟はね肥満体質、太りやすい、なんだっけな、リンゴ型って言ってた。洋梨型って、こう下半身が太っていくタイプと、リンゴ型っていう中性脂肪がつきやすいタイプといるみたい。お塩さんも笛に反応するタイプかもね。もしかしたら私もそうかもしれない。能力がさ、そうかもしれないのよ。だからちょっとね面白そうで、であとね病気も、あの心筋梗塞になりやすいとか、なんとかの病気になりやすいとかっていうのもわかるらしいのよ。なのでやってみたい。やらかす遺伝子絶対そうだと思う。私の母相当やらかすのよ。足が短いと重心が低くなって転びにくくなるから。私でも転ぶんだけど、足短いのに自分の足を踏むっていう、やらかす遺伝子はあるな絶対。でもそう、私の母はもっとやらかすので、もっとっていうかね同じでね、母はちょっと男らしい、可愛い人なのね。顔も可愛いし、存在感も可愛いし、
すっごい可愛い人なんだけど、なんかねやることがちょっと男らしいというか豪快というか、なんか大雑把というか、で、あ、言ったっけ、母がねトイレに行くとき、トイレの前にスリッパがバンバンってこう、なんていうの、歩いて脱いで脱いで入ったっていうのが分かる感じで置いてあるのよ。でしかもそれで脱いでトイレに入るのに履かずに戻ってくるから、ずっとその靴がさ、あ、サンダルスリッパが置いてあるし、サンダルとかの脱ぎ捨てたサンダルがさ裏側ひっくり返ってるんだけど、私も弟も同じ状態でひっくり返ってて、これもう母からの遺伝だなって思ってます。やらかしは遺伝ではない気がします。え、そうなの？行動思考のタイプだからさ、行動思考もさ遺伝なんだよきっとって私は信じてる。全て母のせいにしようと思う。あとさ、部屋とか綺麗にするタイプです。もうね散らかすタイプです。あのさ、母はね私以上に捨てられない人だからだってさ、小学校の時の彫刻刀とか取ってあるんだよ知られないでしょ。小学生の頃のさ、私たちのならわかるよ。自分のやつとかもあるよ多分。でね、母が着てるパジャマは私が中学生ぐらいの時に着たやつだし、着てたパジャマだし、もうね、そう、体操着あるよってそう言うのよ。何でもあるの本当に。もう制服取っておくくらいは聞くけど、彫刻刀すごいでしょ。あとさ、私のこのなんだっけ、あのおしほチャンネルのノコギリは弟の中学、あ、小学校か、中学の時のノコギリを、弟が捨てたやつを母が取っておいて、それを私が拝借して、使っています。小学校と、俺もそういや小学校のやつあった、ある、もがさんある、そう、ヴィンテージ、そう、弟のやつでさ、かわらぎって名前が赤い油性ペンで書いてあったよでそれを消そうとしたのかさ、なんかゴシゴシこすった跡まであってさ、そんな状態のやつです。裁縫道具も小学生の時の、そう、母のは多分そうな。母の持ち物で一番古いものってなんだろう。もうとにかく古い。ただ頭いいんですよね。あ、母もね頭いいし、父も頭いいし、なんで私こうなっちゃったんだろうなって毎回思う。弟もあんまし頭は良くないけど、頭は良くないけど、まあ頑張ってる何頑張ってるって、そんな感じ。私今使ってるハサミ幼稚園の時からのやつです。わ、すごい、早間さん、私ダメなんだ、すぐ捨てちゃうので、実家にあったさ鉛筆削りとセロテープとかも全部私が捨てちゃったみたいで、母にね、なんかいつも言われる志保が鉛筆削り削り捨てたもんだからナイフで削ってるとか言って変えようって思うんだけど。あと、お志保さんのお母様、普段お志保さんが弟さんのジャージ着てるんですかね。あ、うん、私のね捨てたあのジャージとかはパジャマとか着てるけど、でもね弟のはね大きすぎて、私は着るけど弟の服とかパンツとか、パンツがさちょうどいいの、あのゆるくってなんかちょうどいいから私は置いてあると履いちゃったりするんだけど夏場。
けどね、母はね弟の服着てるとこ見たことないな。私はねちょいちょい着ちゃいます。はい、は後ろの背景が弟のトランクスに、トランクスじゃないしましま、あ弟のねパンツはねめちゃくちゃ派手ですっていう話しなかったっけ。弟がさ、なんかデパートとか行って駐車場に止めると駐車場料金かかるから行くたびにパンツ買ってくるのよ。で駐車場料金が安くなるために買うパンツだから結構なブランド品買ってくるの。なんかさ、イヴ・サンローランとかさ、なんかそう、なんだろう、なんだっけ、ポール・スミスとかさ、めっちゃ派手じゃん、なんかしましまが。パンツじゃなくてもいいんだけど、一番安いのがパンツなんだって。一番ちょうどよくギリギリ駐車場料金、ほら3000円以上買うととかさ、2000円以上買うとみたいなのがちょうどパンツなんだって。弟的に、私だったら多分商品券買うんだけど、弟的にはパンツみたいで、それでさ、すっごい派手なパンツが置いてあんのよ。だからペイスリー柄とか、ペイスリーあったかな、だけどなんかねショッキングピンクとかはね置いてある。そんな感じです。でもトランクスっていうかボクサーパンツみたいなやつなんだよね。だけどさ、私が履くとさ緩いからトランクスみたいになっちゃうの。あって、トランクスといえばさ、全然これも関係ないんだけど、あ、商品券買うって賢いでしょ。これね、私金友ちゃんに聞いたの。確か金友ちゃんがなんか商品券が一番お得だって言ってて、なるほどって思ってね、商品券買うようにしたんだと思う。私金友ちゃんにはね商品券の話と、あとねなんだっけ、あれ、ケンタッキーのお肉の部位について教えてもらって、サイ入れてくださいとか、あ、サイもダジャレじゃないよ。サイってね一番肉厚で美味しいところなの。サイ入れてくださいって言うんだって言ってたから、それを真似して言うようにしています。唐突なダジャレ、サイ入れてください、やばい、これでも言ってると思う。私デパートのおもちゃ売り場、あ、そうなんだ、働いてたからなんだ。なるほどね、それで私聞いたのかも。確かね、その情報を教えてもらったのはあれだと思う、 GXP 天地無用の収録の後に、女の子だけで、女の子だけ、そう、なんかね 4,5 人でケンタッキー行って、その時にケンタッキーの話と、そのでなんか商品券の話聞いた気がする。お客さんにお前がおもちゃだと言われた。言いたい、言ってしまいたい。あ、そうそう、で なんだっけ、私トランクスの話なんだけどさ、全然関係ないんだけど、コシホがね、コシホがインフルエンザになった時、インフルエンザになってすごい吐いた時があったのよ。でその話になって、でこの間コシホが、友達がね、ある友達がインフルエンザの時にこう幻覚みたいなの見るじゃん、見るんだって子供って。で幻覚みたいなのは見えて、それを見ると吐いちゃうんだって。でそれがなんかサインみたいな感じで、吐いちゃうんだって友達が言ってたって言ってて、でコシホの場合、私がママが
すっごい短いショートパンツを履いてるのをイメージしたら履いたって言ってて、私のショートパンツ姿って履くレベルに気持ち悪いんだっていうことがさ、その時分かってさ、衝撃だったんだよね。悪夢だよ。もう私のショートパンツ姿をさ想像したら吐くんだよひどすぎるけどさ、笑っちゃったよ。もうママぐらいの変態になるとさっていうさ、その発言からのさ、ママのショートパンツ姿を想像したら吐いたっていうひどくない？王子ならいけるか。王子はね、足めっちゃ綺麗だからね、全然履かないよ。なんなら舐めたいもうほんと綺麗だから王子の足。私の足は確かに履くかもしれないけどさ、さすがに履かないでよって思ったんだ。親島さんも、そう、親島も足めっちゃ綺麗。おめんくり師匠、ナイスクビスパありがとう。夜勤に戻ります。組仲間の皆さん、あ、みんな、おしほさんといっぱい楽しんでね。行ってきます。ありがとう、ナイスクビスパ。いってらっしゃい、頑張ってね。おめんくり師匠、頑張れ頑張れ。そんなこんな、そう、私ね、親島さんの足も舐めたい。あのね、親島さんの足の素晴らしさもね、足首めっちゃ綺麗なのよ。羨ましい。おしほ自体が気持ち悪いいやもうね、それはそうかもね。王子って親島さんとおしほさんの足だけ乗せて組仲間が当てるクイズやり、もうね、そんなの私の足は一発でわかるよ。あの、吐いたら吐いたら私だから。いや、王子も親島もめっちゃ綺麗なの。もう舐めたい本当に綺麗だからおしほは気持ち悪いから抱かへんで、吐かないで。いやね、はるさん、私の足は吐くと思う。あのね、気持ち悪いほどの足って、いやね、もうどうしたらいいんだろう。なかなかな発言ですねいや、そうなの。だからもう絶対私足は出さないって誓った。吐かない吐かない。いや、あまねさんも吐くと思う。なんだろう、あのね、気持ち悪いっていうのがね、ぴったしなんだよね。あ、すね毛はないよ、つるつるだけど粉は吹いてるかも、この冬の間はね。いや、なんかね、ダメ。ちょっと足鍛えよう。ところどころ変色してるとか、いや、そんなこともない。なんかね、あの、多分妙に生っちろいんだと思う。で、なんか、あの、こしほいわく、ママの足白くて気持ち悪いって言ってた。あ、砂漠の狐さん、ナイスボール、いらっしゃい。毛穴がでかい。毛穴どうかな。そうでもないよ、そうでもないけど、あとでもね、あの、私よく転ぶからさ、傷だらけではある。あとなんか、多分もういいじゃん、私の足はさ、あの、白くて綺麗なのはさ、あの、細くて引き締まった足よ。このだらしのない足はちょっと鍛えよう。下半身ちょっと、私下半身鍛える、上半身は鍛えないで。そうそうだけさせるスタイル。そう、足がね、汚すぎるから私ダメなの。パンツも NG だし、ミニスカートも本当は NG なの。ムチムチならいいじゃん。ムチムチなら美味しそうだよ。
か、じゃあ何か表現するとしたらブヨ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 が一番近いんじゃないかな。ムキムキにしよう、お尻と足、そうすれば意外といいかも。スクワットするんですか？スクワットね、スクワットがいいか。ブヨブヨ全然イメージできない。イメージできない？本当？水死体のように。そうね、そうかも。ブヨブヨ、ブヨブヨが一番近いかな。ムチムチじゃないのよ、ブヨ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 か、タルンタルンがね、一番近い表現だと思います。そんな感じ。パンパンだったらいいじゃん。パンパンにはなりたいよ。プニョンプニョン、あ、プニョンプニョンも近いかな。でね、冬私気に入ってるのは、タイツとかさ、ストッキングとか履くとさ、ピュッとさ収まるじゃん。そうすればまださ人間的な足なんだけど、裸になるとそれは足ですかっていうそれは何ですかっていう、なんかなんだろう、他のものに例えるとしたら深海魚伝わる？深海魚って感じ次回王子ともみ比べ。もみ比べね、足？いやもうね、王子とは比べないね。王子と比べて私勝てる部分一個もないから、本当に比べないで。必死になって王子を追いかけるスタイルだからさ。足魚に足はないんだよな。だからさ、全体が深海魚なの。へんてこ学園ライブの時におしほさんが着ていた松崎学園の制服の時におみ足は見えましたが、そんなブヨブヨな感じしなかった気が。いやだからさ、ストッキング、小柄さは勝ててます。いや葉山さんそう思うでしょ。あのね、身長だけが小さいんであって、華奢さは王子のが華奢だから。あ、勝てるとしたら筋肉ムキムキ度合いは勝てるかも黒田さん、志保ちゃん足見せて。絶対言わないけど、高谷さんはさ私に甘いから、多分私のこと孫だと思ってる孫がさ可愛いっていうレベルで可愛がってくれるから、多分ね高谷さんは許してくれると思う。私がブヨブヨでも多分ね許してくれる。なんかその昔私すごい太っちゃって、高谷さんに会った時に、私ちょっと太っちゃったんですって言ったら、なんかなんて言ったか忘れたけど、なんかそんな太っちゃうところが可愛いよみたいなことをね言ってくれたんだよね。なんかね、どんなにねマイナスなことが起こってもね、高谷さんはねなんかプラスにして返してくれるから、そんなことないよって言わないの高谷さんのすごいところ、太っちゃって可愛いみたいなね、そんな表現するのよ普通の人だったらさ、そんなことないとかさ言うじゃん違うんだよね、高谷さんね太ったことは認めるんだっていうなんかね、そこがね高谷さんの面白いところ、受け止める姿勢なのよ。そうなの、そう太ったことはさ、太ったなって思ったんだよねきっと甘いのよ。だからね、高谷さんはね私のこと孫だと思ってるからそんなに年変わんないのに、そんな可愛がり方だからさ、
ちょっとね、あの当てになんない。そういう意味ではさ、王子もさ、なんやかんやさ、私に対してすごい厳しいけど、私に対してすごい甘い気がするな。あ、王子も甘やかし方。そうだよね。なんかあのね、意外と私にだけ厳しいっていう部分もあるんだけど、でも結局ね、甘やかされてんだろうなって思う。いいんだ、そんな王子も好き。そんなこんなで結局1時過ぎたよ。あ、牧島さん、ナイスボー。もう終わるんだ。今日私花粉症で目腫れてるから。甘やかしているのか諦めているのか、どっちかな。諦めてんのかな。そっちかもな。まあどっちでもいいの。どっち塩対応ではある。そうなんだよね、フィリックさん。でもそこがまたね、いいんじゃないでしょうか。さあ、今日なんかさ、私にんまりしてない？なんか今日のいつもそう？なんかにんまりしてる。あ、おしほさんがあまりに王子王子っていくから諦めてそう。呆れてる、飽きてる方。いやついてるよね、私パンツだから。お尻の前でイヤついてんのかな。あ、カルロスさん、ナイスボール、いらっしゃい。さあ、そろそろ皆さん寝ましょうよ。え、次回木曜日何しよう。何にも決めてないんだけど、真顔の表情、ちょっと待って、どう？真顔？真顔でもない、これちょっと笑ってるか。難しいな。眠そうでは、目見開くよ。今日私前髪ないから見開いてる。あ、でもダメだ、腫れてんだ私。だからこれ以上開けない。押してダメなら引いてみると甘々になる。あ、そうかな、王子。そうかな、でもまあこのなんかね、塩対応もね、私気に入ってるんだ。だって私だけに対してだからさ、ある意味さ、特別じゃん。だって私以外は抱くんだよ。私だけ抱かないってさ、ほらよく言うじゃん、男の人たち。ほら本命にはさ、なんかすぐには手を出さないみたいな。どうなの、男子諸君、言うじゃん。それだと信じてる。大事にされてるんだと思って。違うの、春そこはおい、抱かれなくてよく王子に、おい王子だけこらって怒りますよね。そうなの、一応ね、一応怒るよ。3回目のデートで手を出します、本命にも。そうなんだ。え、小麦さんは何なの、はてなって。え、そんなこと言ったら王子とはもう300回以上デートしてそうな気がするな。そんなにはしてないか。え、でも300回ぐらい会ってそうな気がするな。だってさ、週3とかさで会ってる時期もあるしさ。あ、恵子さんっていう本命がいるから、そっか、そういうことか。本人の意見を尊重します。まあそうですね、本人の意見はね、確かに。まあもう早く寝ようよ、今日私1時まで寝る予定だったのか。え、抱かれたいサインみたいなものを察するしか。どういうこと、抱かれたいサイン。第三の女として、あたいが登場するって。第三の女もいるから、第三第四なんかもう多分何十人も。あ、滝本さんもいるしね。
そうね、そうかも。でも気にしない。だから滝本さんが本命だったとしてもさ、その割にさ私んとこにいるなって感じするからいいんだ。側室だ、うちに通いがちな人だから大丈夫。大丈夫ってなんだかわかんないけど、まあ、そんなこんなで私の目も開かなくなってきましたし、もう誠ですやん。そうよ、王子は誠です。そろそろ、あ、王子の本当の本命って誰なんだろうか。恵子さん、滝本さん、お志保、今三択だけどまだいるんだよ。あ、ゲームね、木曜日どうしよう、何も考えてないんだけど、どうしよう。桂さん暇じゃないかな。桂さん暇だったらなんか久しぶりにコンパスか、相撲もろ出しかなんかしたいななんて思っています。はい、そんなコーナーで寝ましょう本日。あ、チュッパチャップスね、チュッパチャップスどうしよう、土曜日かな。もろ出しなんかね、たまにやりたくなるんだよね。やりたくな、ならない。ちょっと桂さん暇そうだったら、あ、チュッパチャップス一応用意しておきましょう。私も買おう、チュッパチャップスね。木曜か日、あ、土曜日かちょっとわかんないけど、で土曜日、いつの土曜日かわかんないけど、ツイキャスも今月やると思うので、それも楽しみにしておいてほしいです。はい、ではでは、もう寝ますよ。えげい、おえ、あー眠いので寝たいと思います。あ、そうだ、あの前回さ、おしほ成分が、おしほ汁の成分が決まんなかったので、おしほ汁の成分決めたいです。栄養素、それもちょっといつかやりましょう。はい、寝ましょう寝ましょう。ではでは、ではは、あ、あ、おしほ汁、王子への愛がナンパだいぶあるよ。おしほ汁に王子の汁も入れてほしい。おしほ汁みんなで完成させるからね、体液でいいのでよ。おしほ汁売るんでしょ。でもで、みんな買って飲むんだよ。あ、待ってよ、みんなが買って飲むのか。おしほ汁、王子の汁は入れられない、やっぱ私の汁だけにしとこう。おしほ汁って言ってるけどさ、おしほ汁って何なのよ何なの、おしほになる汁。あ、おしほの母乳ね、母乳もう出ないな、絞れば出るかな、ちょっと絞ってみるか赤マムシね、よく私が王子にあげていた赤マムシドリンク。あとね、あ、昔ね、あの松らぎ水ね、抽選会をしていて赤マムシドリンクを配ったりしていました。島どんべさん、ナイスクビスパありがとう。おしほ姫は幸王子の魔女だった。いや、そこよ。でもね、結局は本命ですよきっとね。うーちゃん、ナイスクビスパありがとう。昨日はサンキューの日だった。あ、そうなんだ、サンキューの日、ほんとだ、もう3月10日になっちゃった。そうだ、楽天のあれ、今日私買い物しなきゃ、何かを、またアーモンド買っちゃう、そしてアーモンドエリアに寄っちゃう。近くのスーパーの赤マムシがやけに安いんだよ。そうそうそう、安いでしょ、2本で100円とかで売ってる時あるよね。そう、安いんですよ。で、王子に飲ませるっていうね、肉の日でもある、確かに。はい、そんなコーナー
ザクの日ではない。ライブ、何でもあるね。ではでは、寝ますよ。王子の誕生日は3月29日になっておりますので、皆さん、王子の誕生日もよろしくお願いします。あ、ちなみに松浦義末のライブはですね、ま、あの王子が3月29、さっちゃんが4月、あれ何日だっけ、 16? あれ16だっけ、あれ4月13だっけ、なんかその辺がね、いつも分かんなくなるんだよね。で、私が29、4月29ということで、3人の誕生日ライブになっております。なので、あの、祝ってやるかっていう方はぜひ来てくださいね。ではでは、また来週お会いしましょう。グッナイスボート、バイバイ。会長、ピーちゃん、ゾーピーちゃん来てくれてました。ありがとう。そして、あの、あまねさん、結局最後までありがとう。TK さんも体調悪い中。さあ、そろそろね。今日、来るかな？来んのかな？クッチーは。あ、結局、おしほじるは、また考える。あ、4月13日だ、さっちゃん。そう、真ん中なの。王子と私の誕生日の。ちょうど真ん中ぐらいでしょ。20。おしほじるのネタを考えないと。そうです。なんか、考えてね。おしほじるのネタ、どういうこと？おしほじるにどんな成分を入れるか。何入れようかな。なんか、まず、コラーゲン。足りないから。コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミド、あとなんか、ペプチド。よくわかんないけど、タンパク質。王子への愛。弟。の汁。まあそんな感じで。膝に良いやつ。グルコサミン。とかね。ちょっといろんなの入れていただけたらと思います。あ、おやめや。もう寝ます。ではでは、また来週お会いしましょう。グッナイスポーズ。バイバーイ。Thank you.